来月5日に開幕するよさこいソーラン祭り、今日メインステージとなる大通公園西8丁目会場の設営が始まりました。作業にあたったよさこいソーラン祭り学生実行委員会の学生が意気込みを語りました。1年間準備をしてきて、まあ、ようやくこうやって目に見えた形でお祭りが実現しつつあるので、まあ、残り6日間を有意義に使ってですね、まあ、来場者の皆さんが楽しんでいただけるお祭りを作り上げられたらなと思っております。今年のよさこいソーラン祭りは台湾や韓国の海外2チームを含むおよそ250チームが参加し、およそ2万5000人が演舞する見込みです。開催期間は来月5日から9日までです。